こちらアメリカのキーンランド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。河内サタデー、これは好スタート。クラフトアンサー、この馬も好スタートを切りました。ディバインシュペール、前に行きそうです。クラフトアンサー、それに続いています。さらにはミルアイドル、5番ブラウンジュエル、その後ろロックレッド、後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。ディバインシュペール、先手を取りました。ビューティーダッシュ、すぐ後ろ青の帽子ブラウンジュエル、その後ろジャックリストレーション、すぐ後ろ並んで13番ギャロップジハード、その外からクラフトアンサー、その隣にムーンウッドマン、その外からベルチャーム、黄色の帽子ナショナルビクトリー、その後ろすぐ隣にブロードナイタリー。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。ギャロップジハード、ディバインシュペール先頭に襲いかかってきました。ミルアイドル3番手、大外から黄色の帽子河内サタデー、伸びてきた。ギャロップジハード先頭、差はほとんどない。2番手はギャロップジハード、ギャロップジハード、さあ果たしてこの足色はどうか。さあ河内サタデー一気に来た。河内サタデー抜けた。ミルアイドル食らいつく。河内サタデーもう一伸び。河内サタデー、河内サタデー1着、2着にはどうやらミルアイドル、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。河内サタデー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先手を奪うのはどの馬か。アロママインド、前に行きそうです。スカーレットワールド、それに続いています。さらにはアドマイヤコジーン、1番グレートボール、その後ろ先頭に戻りましょう。アロママインド先手を取りました。14番アドマイヤコジーン、2番手を追走しています。内からはビダーツチョイス、その外からシックスクロス、その隣にスカーレットワールド、その外からセンダワール。さあ先頭は依然として12番アロママインド、ビダーツチョイス、ほとんど差がありません。3番手にアドマイヤコジーン、絶好の手応え。アドマイヤコジーン B1 です。さあここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭はセンダワール、センダワール先頭、残り 200m、 センダワール先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はリダーツチョイス、センダワール今ゴールイン、段違いの強さです。センダワール1着、2着はウエスタンシャトル、勝ったのはセンダワール、見事な勝利です。こちらイギリスのニューマーケット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さあ果たして何が行くでしょうか。ダンシリ、前に行きそうです。ゴーイングヒル、それに続いています。さらにはアイランドサンズ、8番ハイフレンドスピリット、その後ろカランド、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。ゴーイングヒル先手を取りました。その外にダンシリ、ハイフレンドスピリット、そのうちに続いています。内からはアイランドサンズ、ダイフォード、そのうちに続いています。その外にピッパロング、ウェイオブライト、そのうちに続いています。緑の帽子アドマイヤベガ、いい位置につけました。ここでダイフォード先頭に変わりました。まだ粘っています。2番手はゴーイングヒル、3番手にアドマイヤベガ、絶好の手応え。さあアドマイヤベガ逃げ切れるか。
残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはアドマイヤベガ、アドマイヤベガ先頭、残り 200m、 アドマイヤベガ先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。ストラビンスキー迫る、やはり強い。アドマイヤベガ、アドマイヤベガ、アドマイヤベガ1着、2着にはどうやらストラビンスキー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アドマイヤベガ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。京都競馬場、本日の第4レースの発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。西のパーシブ、前に行きそうです。続いていくのがアグネスタテレサ、その隣にサンライズケリー、その横にタケカントリー、後ろからの競馬になりました。スティンガー、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にアカネベル、その横にシェイクソレイユ、最後方にゴールデンソウル、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から、一気に先頭に立ちました。7番アグネスタテレサ、リードは1馬身から2馬身、その後ろからは西のパーシブ、並んで4番サンライズケリー、タケカントリー、この馬もこのグループ、かなりゆったりとした流れ、超スローペースと言っていいでしょう。さあ先頭はまだ7番アグネスタテレサ、西のパーシブ、ほとんど差がありません。サンライズケリー、3番手スティンガー、いい位置です。先頭を捉えにかかります。後続集団も追い上げにかかります。4コーナーカーブから直線コースに向きました。アグネステレサ先頭、西のパーシブ先頭、あと 200m、 先頭はスティンガー、西のパーシブ必死に追いすがります。2番手は西のパーシブ、スティンガー、この馬で決まりか。スティンガー1着、スティンガー完勝、スティンガー1着、2着は西のパーシブ、これは桁外れの強さだ。スティンガー直線に入りました。これからの勝負。さあ先頭に立ったのはコーナーカラーズ、残り 200m、 先頭はコーナーカラーズ、一気に捉えるか。トロットスター、トロットスター抜けた。2番手はコーナーカラーズ、トロットスター1着、トロットスター完勝、トロットスター1着、2着はコーナーカラーズ、これは桁外れの強さだ。トロットスター、
4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはエフテイサッチ、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はヴィーナスアクトです。追いすがります。あと 200m、 エフテイサッチ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ヴィーナスアクトです。先頭マイネレグルス、かわす。マイネレグルス、マイネレグルス1着、2着にはどうやらヴィーナスアクトです。勝ったのはマイネレグルス、シーキングザパール完敗です。着外に沈みました。京都競馬場、三歳牝馬による最後の大レース、夏を経てその再起に磨きをかけた乙女たちが集いました。 G1 秋華賞、いよいよ発走です。さあ最後は大外枠のアイアンバースト、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはサラトガガーベラ、綺麗なスタートを切りました。マックスキャンドゥ前に行きそうです。サラトガガーベラそれに続いています。さらにはメインチャーマー15番、笑顔を見せて、その後ろもう一度先頭から見ていきましょう。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。一番人気のアレノプシス現在馬群の中ほどにつけています。もう一度先頭からサラトガガーベラ先手を取りました。黒の帽子マックスキャンドゥその後ろ、これに続いてメジロエイト並んで15番、笑顔を見せてメインチャーマーそのうちに続いています。その隣にノーブルシルキー、その外からアドマイヤアマゾン、アレノプシスいい位置です。アドマイヤヒルそのうちに続いています。その後ろにヤマニンスルー 1000m を通過、少々ハイペースというところですが先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はサラトガガーベラ、マックスキャンドゥほとんど差がありません。メジロエイト3番手アレノプシスいい位置です。さあここからどうか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はサラトガガーベラ、アレノプシス2番手スピークマッハその後ろ、さあいよいよ直線の攻防。ここで先頭に立ったアレノプシス、あと200m、後続を引き離すパレノプシス、足色は衰えません。2番手はノーブルシルキー、パレノプシス独走、パレノプシスぶっちぎりです。パレノプシス1着、2着はメジロエイト、これが世界を制した実力だ。パレノプシス